エンコードがめっちゃ時間かかって切れたんで、ちょっともう切れたっていうか、俺が切れたの。もう忍耐力ないから、もう切れてゲームするわ。何やねん、乗った。キャプチャー持ってないんだよ、許して。めっちゃ眠い。めっちゃさっき変な動画、なんだろう、初めて結構サウンドとか入れたりしたんだけど、やっぱ iMovie だからなんか限界が来たのかな、もうって感じだったね。サウンドまでは入れられるんだけど、って感じだったな。あ、もう iMovie の限界が来たって感じ。やっぱ俺もアドビーしたいな。アドビー、めっちゃ眠いな。めっちゃ眠い、眠すぎる。でも今作は結構優しいよね。やっぱりまた撮り直すっていうのがディスクでできたから、ちょい待ち。よいしょ、疲れた。ゲップ出た。ゲップ出た。ゲップ出すぎだよ。ちゃうちゃう、よいしょ。セブンスポットじゃねえかよ。めんどくせえ。おい、なんかプチット族のまた新しいの出てる。あ、3月2日からじゃねえかよ。顔キモーい。めっちゃ顔キモーい。めっちゃ頭かい。おお、サージ倒すやん。一応思い出の戦いに保存しちゃった。一応と引く。いいね、サージ倒す。
もうクソムカつくんだよな、俺のやつが言うこと聞かなくて。トルネード先手必勝243、オーロラブレス354、殺離山、混合劣化山、下が死んで殺離離殺山、しぶと。カブト割りしてきてグランドネビラはバカじゃないですか。イエーイ、いってました。これでキラーマシンだったら俺この3レースぶん投げるよ。やったー。ブロンズが4枚、シルバー3枚、ゴールド2枚。え、結構嬉しいよね。めっちゃムカつく顔したね。あ、めっちゃ親指見てかった。俺も背景汚いからそろそろ背景変えようかなって思って。Why you fighting your people?え、めっちゃ早っ。やばっ。え、何この速さ。え、キモっ。え、めっちゃ速い。
おにゃにょこ、おにゃにょこ。見ろよ、色違いゲット。それもすげえ賢さカード EX 持ってる。イエーイ。ということで、なんだっけ、今からやることは何でしょうか。当ててみんしゃい。このなんだろうな、みかんの間巡りします。みかんの間行って、ボスを全員スカウトします。鬼コンボですね。ガルバゴルバ余裕です。うーわ、もう余裕だ。スカウトリングもっとつけたらまだまだ余裕になると。すごいですね。もうやることないんで。なんすか、メカバーン邪魔だな、ごめんな。狩猟の騎士捕まえようかな。うわ、鬼コンボ量産できんじゃん。はい、疲れた。検索結果戻ろう。極限攻略行って、みかんの間ってどこやねんってやろう。おい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 、なんかおかしくなっちゃうんだよな、マップが。どこ行こうかな。草原がグレイブディガー、ブラックマンティス。ああ、表現行こう。そうしよう。で、都市の方だな。ルーラで、送電施設の方だ。送電施設の、どこだ？あれ？どこやねん。あれ、どこいんだ？ゲイがいた。ここがテーマカバルナ。エレメントグリーンとかいますね。まあ、テーマカバルナですね。テーマカバルナ。まあ、テーマカバルナがいるんです。カードします。10.6。スカウトできました。ガルバゴルバ強すぎんだよな。お、ランク S。てま、かばれない。で、次行くのが、あー、ちょっとなんかスクロールがおかしいんだよ。ここのサイトバグってんだよな。よし、じゃあ表現ね。うわっ！陥落があんま良くない。霊道。そこミミックしかいないよね。西口だよな。あ、間違えた。で、ここに暗黒の魔人がいると。で、PV みたいな遊びができるんですよ。暗黒の魔人がいると。でっか！暗黒の魔人って4枠もしかして。うわ、4枠だ。あ、違う。これ見せかけの4枠だな。あ、それも 40% だ。やっぱ枠がでかくなったから、捕まえにくくなったんだ。あ、もう行くところないな。ということで終わりでーす。もうあとはやることないな。あとは捕まえんのは、あとはフライトシグナルのやつだな。どうしよう。
フライトシグナル CO。 あ、フライトシグナル、誰をフライトシグナルに設定しようかな。あの恐ろしい物体がいましたっていうのね、なんかこれ嘘っぽいんだよな、改造じゃないかなって思ってんだよ。ドラゴンクエスト30周年スペシャルがさ、浮いてるやつが持ってるわけないじゃん。だから俺あんま仲間にしたくないんだよ、そういうやつらはね。あ、怖いじゃん、だってどうせチートなんだもん、それは。で、自分が受け取ったらキングホイミスライムなんていないしな、まず飛んでるわけないしって俺は思うわけよ。え、どうする？どうせこれチートでしょ。キングホイミスライム、ちょっと待って、あの改造かどうか否かを、なんかさ、キングホイミ、なんかおかしくなってんな。グ、イ、ミ、なんで？これは違う。なんで？ほう。ホイミスライム。合ってんのかな？改造じゃないの？これって。キングホイミスライム。これ改造じゃないの？いいの？こいつ取っちゃって。まあいいか。データ壊れたところでって話だけどね。余裕で倒せますよな、そら。怖いな。まあ仲間にするか。絶対こいつはい、こいつ改造だよって思っちゃうけどね。いいの？こんなやついて。
あ、メタルキラーつけるの忘れた。まあええか。あ、やっちゃったな。今度からつけさせておこう。ジャッツ構えられないけど、まあいいや。やれるだけやれ。ランスーとの勝負だ。あ、余裕で捕まえられた。すげえなぁ。なんかゴールドエンゼルのでかいやつ捕まえました。で、一応ゴールデントーテムとかもいるらしいんでね。今は運が良かったからできたけど、こういうの危ないんで、メタルキラーつくし、メタル潰しのベルト、もしくはメタルハンターの、まあ、やつをつけてください。これ結構重要なんでね。でも攻撃力が高かったら、まああんまり、確かに、うん、もう眠いからもうやめるわ。配信、配信してねえよ。もう配信者気取りか、お前は。一生気取ってろ。ということで、まあなんかあったじゃん、冒頭でドゥンドゥン、なんか PV ででかいライドでモンスターならひねり潰せるみたいな。あれ、なんかちょっと遅い。 こんなひねり潰せるぞみたいな。あれめっちゃ遅いんだけど、これ。そっか、サイズが1個でかいからか。あん、暗黒の魔人が浮いてるところって結構シュールだね。うん、だって下半身ないもん。あったら面白かったのにな。お様様様になってる。誰も、ここ普通アークデーモンがいたんだけどな。天馬カバルナ。お、カバルナ結構早い。でん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 。俺個人的にはサージ倒す一番好きだな。移動がサージ倒すめっちゃいいわ。やっぱサージ倒すがお気に入りだな。あり。